この全道ママさんバレーボール大会は55回を迎え、開会式には全道各地区の代表28チームおよそ350人が顔を揃えました。開会式に続いてグループ戦が行われ、勝ち上がった21チームがトーナメント戦に移りました。各チームそれぞれ日頃練習や試合で培ってきた戦術や技術で応援を受けながら熱い戦いを繰り広げました。全道一を目指してトーナメント戦は明日も行われます。